夜これが光るマンホールっていうのは聞いたことなかったですし、今日来るまではどのようなあの映像で見れるかっていうのは分かってなかったんですけども、思った以上にやっぱり光ってたっていうのと、あと意外とあのマンホール歩いてる時っていうのはどこにマンホールがあるのかって分からないんですね。かなりそう探すのに苦労するんですけども、これだとあもう遠くからもうあそこに光ってるなっていうのが分かるので、探す側もやっぱりあのすごく助かるなというのはありますね。